山崎武氏6月15日から1957年12月27日は日本の政治家、衆議院議長、運輸大臣などを務めた茨城県水戸市出身、旧政第一高等学校を中退した後、大洋教員から徳富祖宝の招きで、経常日報の記者に、さらに大連へ移って満州日報社長を務める。 1920年の総選挙で立憲政友会公認で総選挙に出馬し初当選以後衆院議員を10期務め、広田内閣では農林政務次官に就任。戦後の1946年には旧憲法下では最後の衆議院議長を務めている。この間1923年から1年間、水戸市長も兼任している。戦後は、 日本自由党を経て1948年に民主自由党幹事長となるが、足田内閣が昭和電光事件から総辞職すると、GHQ 民政局の打診を受けて、山口菊一郎、星島二郎など党藩主流派から首相就任を求められる。しかし松野鶴平の意を受けた、声優会時代からの同僚議員だった。 マス秀次や林常時から説得を受ける格好で、自ら議員を辞職、首相就任を誇示する格好になった。このため翌年の総選挙で、国政復帰すると、選挙を受けて成立した第三次、吉田内閣で、運輸大臣に、1951年には、第三次吉田第三次改造内閣で、経済審理長長官にそれぞれ起用されている。趣味は、読書、美術。 ありがとうございます。